シェアクリスタルにエネルギーもありませんでした。奪われたものと見て間違いありません。ごめんね、イーさん。なんだかんだ間に合うと思ってて油断してて。それは違うよ。私たちの国の力不足ってだけ。元 V の国の忍者ヨウツボダユーがスチームレギオンに協力したのも原因。わかりました。女神4人の皆さん、ご苦労様でした。ハニパ4人の皆さんもありがとうございました。あれ、怒らないの？私を何だと思っているのですか？敵の動きをもっと早く察知さえできていれば、あるいは…結城さん、申し訳ありませんでした。同盟国でありながらお力添えをすることができず、鳩の国の大名としてお詫びいたします。そういうのは大名様にお願い。私は助けてもらった側で、姫付きとはいえただの忍者だから。反省はこれぐらいにして今後のことを話しましょう。スチームレギオンの動きはどう？本拠地は分かったの？本拠地はあの空中戦艦自体です。そしておそらくステルス、隠れる機能があります。それ以外にあの大きさを見失うわけがありません。また新たな動きとしては、インスタグラムという SNS コミュニティを作り宣伝している模様です。に、インスタグラムって何ですか？取ってつけたような忍び。それなのに気になってしまう。悔しい。会員制でスチームレギオンに加わった者だけが見られる情報もあるようですが、詳細は分かりません。そして加わる忍者はいるようです。どっかで聞いた手口ね。餌で釣って人を集めコミュニティを作る。後から追加でお金を取って儲けるやり方でしょ。事実スチームレギオンに人が集まってます。基本的に忍者は各国が抱えていますが、流派を抜けてしまえば鞍替えは可能です。くだらんな。その程度で抜ける奴らなど何百集まろうと相手にならん。アール姫がさらわれたのは関係あるのでしょうか？基本的には集まってくるのを待つスタイルで、無理やり連れて行かれたのは初めてですね。スチームレギオンは人を集めてるんだろ。伝説の巫女の血を引くアール姫が加わればさらに集まる。どうだ？伝説の巫女か。話には聞くが、私からすればだからどうしたという話だ。もしアール姫が向こうに着いたら、穂村は移るのか？それはない。自国ならともかく、よく知らない他国の姫のために国や仲間を裏切れん。姫って特別な力があるんだろ。そっちならどうだ？ビジョンのこと？あれは姫の周囲の景色を別の場所に移すってだけで、体に負担があって長くは使えないんだ。スチームレギオンは超忍者大戦の宣戦布告の時に科学力で似たようなことをしていましたし、特別必要としているとは思えませんが。もし力が目当てだとしたら、伝説の巫女の血筋たるゆえん、もう一つの力かもしれません。姫のもう一つの力。ああ、昔いた悪鬼を退けたって力のことかな。姫のそんな力、私も見たことないけど。結城ちゃんも見たことない秘密の力？ああ、きっと、怒りと共にスーパーアル姫になったり、アルティメットの魔法が使えたりするとか？残念ながら力の詳細はわかりません。伝わっているのは、結城さんの言った悪鬼にまつわる伝承のみです。かつて、このゲーム人界は強大な悪鬼の脅威にさらされました。シェアは枯れ、忍者は力尽き、あらゆる国が滅亡するところでしたが、それを倒したのが、コンパ源流祭と伝説の巫女です。コンパ源流祭って、コンパ流の始祖の名前よね？はい。
鳩の国とブイの国には深い関係があり、その時から二国は同盟国なのです。ってことは私たちも伝説の忍者じゃん。伊達に女神を名乗ってなかったんだね。私たちは別に子孫とは限らないわ。流派を受け継いでいるだけで、アール姫は正当な血筋よ。悪鬼を退けるほどの力を持っていたのは確か。その力が何だったのか、受け継がれているのか、そちらも調べてみましょう。でも姫をさらっていったのは四つ葉太夫だったよね。スチームレギオンと手を組んだって言ってたけど。互いに利用し合ってるとも言ってたわ。もともと四つ葉太夫は姫に惚れてて何度も狙ってたから、目的が一致したんだろうね。卑劣な、好きだからと言ってさらうなど許せません。私なら相手のことを探り、趣味思考欠点まで調べ、好きになってもらうよう努力します。それが愛です。ユミちゃん怖いよ。四つ葉太夫みたいにならないでね。結局さ、次って私たち何すればいいの？イーソンの調べ物を待つだけなら人数も増えたし、またみんなでお風呂でも行かない？次どうするかをみんなで考えてるのよ。今情報を整理せずにいつするの？何この音？あ、みんな外！スチームレギオンの船です！へえ、あれが。ずいぶん大きいんだね。少し前には何もなかったのに急に現れるんだ。遠くてよくわからないけど、前に見た時と様子が違うわね。なんか光ってるわよ。ごきげんよう。鳩の国の大名イストワールと言ったかな。および同盟国の忍者連合の諸君、そこからでも見えるだろう。ミーたちのマザーシップスチームノバだ。説明は私がします。今このスチームノバの砲塔ノバジェネシスにエネルギーを充填中です。狙いは鳩の国を中心としたゲーム人界全土。充填が終わり次第発射します。黙って撃ってもよかったが、サイト流が奇襲だけと思われるのはアウトオブマインド。忍者連合の諸君にも起死回生のチャンスを与えよう。さあ最後の戦いを始めましょう。あれはおそらく罠でしょう。あえて通告してきた以上、間違いなく待ち伏せしているはずです。ですがあそこにあんなものを残しておくわけにはいきません。なんとしても総力を結集して止めなくては。ゲーム人界全土、鳩の国が撃たれる前に。私は行くよ。姫があそこにいるかもしれない。姫がいるかは半々といったところかしら。ですが待っているだけでは姫は取り返せませんし、半分の可能性にかけるべきだと思いますわ。そうね、行きましょう。この状況も考え方を変えればチャンスよ。ええ、敵の本拠地を探す手間が省けたじゃない。これでこっちから攻められるし、後悔させてあげましょう。鳩の国の大名様は甘いね。忍びにはただ命じればいい。そう言うな。逃げるなんて言わないだけマシだ。忍びなら売られた喧嘩は買う。いつでも相手になってやる。忍びなら正々堂々と来るべきです。人質を取って脅すような行為に正義はありません。ここで逃げるようなのは忍びじゃない。私もみんなと同じ気持ち。それじゃあイーズ、そういうことだからちょっと行ってくるね。今度こそミッション達成してくるから待っててね。皆さんありがとうございます。スチームノバは来た。
忍者座森林の上あたりと思われます。ご武運を。そうだな。物資は足りているのか？これにしよう。これにしよう。さて、何を持っていくか。
さて、何を持っていくか。私に任せてください。全力で行くぞ。私が行くわ。全力で行くぞ。私に任せてくださいまし。お社に行くわ。依頼は。私の出番だな。私にお任せを。
ですわね。依頼はあった。私の出番だな。剣狼を宿しましょう。逃がしませんわ。そこですわ。
これで終わりですね。はっ、さあ、程度で逃がしませんわ。依頼はだ。これがいいわね。忍びの極意見せてやるぜ。ベル、私にお任せを。なりましたわ。
か。私の出番だな。Yep.
ましたわ。飛ばすわよ。そこですわ。そこですわ。よっ、行きますわよ。忍びの極意見せてやるぜ。Thank you.
なりましたわ。忍びの極意見せてやるぜ。入れましたわ。いただきましょう。
遅い。せい。これ好き。そこ。はっ。行きますわよ。そこですわ。そこ。いただきましょう。私の出番だな。私にお任せを。この術で。はっ。
が鳴るぜ。私にお任せを。行きますわよ。そこですわ。忍びの極意見せてやるぜ。お任せを。そこ。ふっ。せい。この術で。そこですわ。それ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 。よっ。
遅い。私の出番だな。この術で
後ろに行くわ。こういうのもいいものね。うん、ていないわ。お社に行くわ。由来はだ。準備をしましょう。アスカ、頑張ります。私ですか。待っていたぞ。
さて、何から始める？わかった。ぐらぎましょう。ぐら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 。待て待ってくれ。震災の熱気が揺れる。何？やはり風呂は最高の癒しだな。時間ですね。ホテルからがに胸躍る。ニュートの上で座禅する。バランス大事に。私にできるか。グラ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 。忍者者森林ね。この辺は国がなくて森は広いし妖怪もいるしでうんざりするわね。なあ、スチームノバは上に見えてるんだから森なんて抜けないで直接行けばいいんじゃないか。どうやってですか？ホムラさんはあんな高いところまでどうやって行くんですか？え？そりゃあそこまで飛べばいいだろう。ハニパ流をなめるなよ。気合だけで届くわけがありません。ハニパ流が考えなしの愚か者だと思われてしまいますよ。あ、ブラン、どうしたのよ。もしかしてブランもジャンプすればいいと思ってたの？ユミの言う通り、あの距離に届くわけないでしょ。違うわ。勢いのままここに来たけど、私たちはスチームノバの下に行って、その後どうやってあそこに行くの？結局はお互い様だったようだな。私がバカならそっちもバカだ。そんな子供みたいなこと。わかりました。どちらが愚かなのか型をつけましょう。いいだろう。ユミとはあまり手合わせすることがなかったからな。どちらが高く飛べるか勝負だ。ちょっと二人ともそんなことで争わないでよ。それに私たちって招待されたようなものでしょ。きっとはしごとか降りてくるわよ。
私に任せてください。それ真っクール。マーベ国でお会いして以来ですわね。黒い忍者知り合い？新顔がいるな。俺と戦え。待って、真っクール、私たち今は忙しくて。へえ、みんなの知り合いだけあってなんかぶっ飛んだ感じの忍者だね。おい、この殺気本気だぞ。お前らの仲間じゃないのか。私たちは敵だと思っていないのですが、何やら記憶喪失らしく、ちっとも話を聞いてもらえませんわ。そういうことなら戦った方が早い。何、悪いようにはしない。血祭りにしてやる。今しめろ。マックールってば。わからずや。力を示す。
やはり強いな。まだ余力があるようだな。今晩はこれからだ。とことんやろうか。待て、ミヤビ。私は負けを認めているやつとやる気はない。流儀に反する。話を聞け。マックールは記憶がないんだろう。そしてその感情のなさ。私にも経験がある。感情の動き、死の恐怖から記憶を思い出すはずだ。そんなミヤビちゃん基準で。それで記憶が戻らなかったらどうするの？何？俺に足りなかったのは死の恐怖だったのか。それならば俺を痛めつけろ。マックールさんを信じないでください。ミヤビさんと同じ理由で記憶喪失になったとは限りませんし、こんなところで瀕死になられても困ります。あ、そうか。すまん。俺は記憶というものを失っていてな。いや、私も悪かった。しかしならどうする。私たちは急ぎだ。また邪魔をされてはかなわん。数々の記憶喪失を克服してきた私の出番ね。記憶喪失なんて物語の終盤になると勝手に思い出す。つまり時間が解決してくれるの。それはネプテューヌの話でしょ。そんなことで解決したら苦労しないわよ。何？ただ待てばよかったのか。ならば天井裏に隠れて時を待たねば。信じるのかよ。マックールは影響を受けやすいな。確かに何かありそうな場所だが、こいつは適当に言ってるだけだ。そうか。すまん。俺は記憶というものを失っていてな。拉致が開きませんわね。一体いつから記憶がないのか話していただけますか。昔の記憶がないのですよね。気づいた時、俺はどこかの街道にいた。そこで通りかかった者に自分のことを聞き、どこかの着難に似てると言われた。着難というくらいだからきっと大きな家だと思い、一番大きな家を探し、家族との再会を願い帰った。そして捕まった。当たり前だろ。お前は女なんだから。信じやすい性格は今と変わってないみたいだな。すまん。俺は記憶というものを失っていてな。またそれか。そう言われるとどうしようもないが、これは記憶の問題じゃない気がする。皆さん静かに今お話を聞いてください。なんだか続きが気になります。他にも魂のかけらを探せと言われたこともある。そこに俺の記憶が残っていると。それよ。それっぽいの出てきたじゃない。もしかして強い忍者なら魂のかけらを持ってる可能性が高い。だから襲いかかってきたとか。いや、関係ない。一つも見つからず、どんなものかもわからん。だが、記憶を探すうちに似たようなことがあり、戦って、守って、隠れて、逃げて、寿司を食わせて、俺は気づいた。俺は強い。俺に残されたのは体に染みついた忍術のみ。どうやら俺は手だれの忍者らしかった。話は終わり？それで君はなんで忍者と戦ってるの？忍者と戦えば記憶が戻るとか？何？そうか。俺は忍者との戦いの中で記憶を取り戻そうとしていたのか。そうに違いない。まさかなんとなくで戦いを挑んでいたのですか。まあ随分いろいろなことを試されていたようですが、他に手がかりは見つからなかったのですか。スチームレギオンの忍者、やつは俺を知っている素振りを見せた。ヨウゲーマのことですね。それであなたもスチームノバに向かっていて、その道中で私たちを見つけ襲ってきたと。そうだ。
新しい忍者と戦っておきたかった。すまん、癖でついな。そんな理由？そこは記憶を失ってたからじゃないんだ。ねえ、悪いやつじゃないみたいだし、誘ってみるのはどうかな。それもそうね。ねえマックール、私たちもあの船に行くんだけど、一緒に行く？その代わり、今後いきなり襲いかかっちゃダメよ。行こう。ゴーだけにな。ゴー、俺の名はカラスのゴーだ。名前は覚えていたのですか？みんなマックールで定着していたのに今さら。私、最初に聞きましたわよね。すまん、名乗るタイミングを失っていてな。やっぱりね、君は変わってるから仲間になれると思ってたよ。気に入った。しし、くらえ
そろそろスチームノヴァの下に着くけど、ここまでは強敵の襲撃はなかったね。ああ、拍子抜けだな。もっと手応えのある奴らが襲ってくると思ったんだけどな。ヨウ・ゲイマ、船の中までお預けか。しかし、船の中は強敵だらけかもしれませんわ。油断していると足元を救われますわよ。女性に声をかけるのは緊張するでござるよ。気を取り直して行くでござる。皆さんは冷静さや注意力が足りませんわ。ここはすでに敵地。常に気を張っていなければ、急な襲撃があったらどうするのです。俺の体は無意識のうちに気配を探っている。常に臨戦態勢だ。まだ足りんでござるか。まさか拙者の人数の適性がここまで強力とは。自分を捨て使命を果たすでござる。いざ。まあまあ二人とも、そんなに気を張ってたら本番前に疲れちゃうよ。せっかく敵もいないんだか。待て、なぜ無視をする。おかしいでござろう。何者ですか。最初からいたでござる。意味深に、わけありげに、怪しげに、いかにもな雰囲気を漂わせて立っていたのに。すまん、俺は記憶を失っていてな。関係ないでござろう。拙者、見事なまでの存在感のなさだが、これでやっと名乗れるでござるな。あれこそは、声が小さくてよく聞こえなくて。あの、名乗るときはもっとこう胸を張って、アスカ、舞い忍びます。こんな感じ。なんて優しい少女でござるか。あ、アスカ殿は天使のようでござるが、拙者、今の言葉を励みに頑張るでござる。そんな大げさな。でも、頑張って。我こそはスチームレギオンの資格にして豪将アフィモージャス様に仕える忠義の忍者、ステマックス。ステマックスさん、やればでき。おい、資格敵じゃねえか。何仲良く教えてんだ。それにお前ら常に気を張ってたんじゃなかったのか。
かな。俺に気づかれずに接近するとは。貴様も忍者か、かなりの使い手と見た。ええ、さすがは刺客。まさか私たちに察知されずに近づくとは。改めて気を引き締めましょう。いや、その拙者は何もしてないでござるよ。待つでござる。拙者に注目されると、恥ずかしいでござる。なんだこいつは。お前が注目されるよう名乗ったんじゃねえか。今アフィモージャスって言ったか。何者だ？そいつも忍者なのか？いや、確か金のためなら何でもやるって豪商で、あまりに悪どい稼ぎ方をするものだから、鳩の国の出入りを禁止され追放されたはずだ。そのアフィモージャスがスチームレギオンに加わっていると？アフィモージャス様は宣伝隊長兼金庫番としてラツオンを振るっておられるでござる。拙者がアフィモージャス様から与えられたの任務は、ここでお前たちを足止めすると。聞き取りづらい。ステマックスさん、さっきの勢いを思い出して。アスカ殿がついているのでござった。アスカ殿、もう安心してください。敵に塩を送られないと話せないのに、まともに戦えんのか。心配無用でござる。拙者は長年のストーキングから貴殿らの弱点はすでに見破っているでござる。何？俺の弱点だと？ぜひ教えてくれ。俺は自分に関することを知りたいんだ。今の拙者は紳士、教えるでござる。それは貴殿らのけしからん巨乳でござる。けしからん巨乳が邪魔で足元が見えないのでござる。けしからん？え？あ、確かに。うん、足元って見づらい。そんなことですか。今更ですわね。それなら私たちにはそんな姑息な手の通じない頼もしい仲間がいます。ええ、その通りよ。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた狂戦士。私は怒ったぞ。忍者ステマックス、マイルでござる。それ、やっ、シュッ、シュッ、シュッ、やっ、さ、シュッ、本気でいくよ。よっ、はー、いけー、やっ、シュッ、やっ、やっ、
者の忍術が通じないとは。かくなる上は、上は、くそ、これでも食らうでござる。こんなもん聞くか、てめえぶっ殺して。ブラウン、どうしたの？これはハレンチ合衆ですわね。際どい格好のコスプレ美少女がいっぱい。作者はゴスマロ、有名絵師ですわ。ベール、冷静に分析しないでよ。くだらない、そのまま捨てておきなさい。もう手に入らないものもありますし、捨てるには少々もったいないですわね。それにノワール、そう言いながら一冊手に取っているではありませんか。これは違うわ。どんな服か少し気になっただけよ。この派手な服装は何だ。しかも薄み、下着すらない。これは新しい忍び装束か。コスマロはそういう風に見える作風が売りですわ。履いているのかいないのか、つけているのかいないのか、でもないように見えるという。今がチャンスでござる。これにてごめん。ちょっとみんな、逃げられちゃったわよ。手裏剣でもなく、こんなハレンチのものをばらまくなんて。私たちでこの本を処分しなきゃいけないじゃない。だな、参考資料ってわけにもいかないしな。どう処分するんだ。ゴー、お前ならどうする。ここに俺の記憶の手がかりがあるかもしれない。さすがにそれはないだろう。ええ、マックールがどんな記憶を失ったのか気になってくるわね。それよりもこの画集どうするの。考えても仕方ないわ。ささっと燃やすわよ。しかし見事に足止めされてしまったわね。よいぞよいぞ、我がインスタグラムのフォロワーがどんどん増えておるわ。笑いが止まらんな。そしてフォロワー数を巨額の金に変えてこそ真のインフルエンサーというもの。おお、コスマロの新作、金髪巨乳くの一少女のイラストがアップされておるではないか。これこそまさに真理。アフィモージャス様、ステマックス、ただいま戻ったでござる。うん、ご苦労して。どうだった。お主のことだ、何も心配してはおらぬがな。そんな拙者など、申し訳ないでござる。アフィモージャス様、女神四人たちとの立ち合いで不覚を取ったでござる。ん、何を謝る。わしが命じたのは女神四人たちの足止め、立派に務めを果たしたのではないのか。ところでステマックスよ、お主に命じたもう一つのあれ、あれはどこだ。コケツ国にて独占販売されていたハレンチ合衆は。それが回収自体はしたでござるが。やはりお主は期待を裏切らんな。ささ、どうした。首を長くして待っておったのだぞ。忠義の忍者でもあり、同行の師でもあるステマックスとの干渉をな。
情けないでござる。アフィモージャス様が心待ちにしておられた合衆、我が身かわいされ奴らに投げつけ逃げたでござる。そうだったか。まったがお主は無事なのだな。拙者は何も言う権利はないでござるよ。よい、お主が無事なら画集はまた手に入るかもしれぬが、ステマックスはお主ただ一人しかおらん。くっくっ、泣いておられるでござるか。ご安心を。拙者もアフィノージャス様と見るためまだ中を見てござらん。違う、これはお主の無事に涙したに決まっておる。だがわしらは喜びも悲しみも同じだ。そうだな、ならば今は共に泣こう。拒否。目が覚めたようだの、アール姫。居心地はどうぬの？四つ葉太夫、最悪です。早く勇気のもとに返してください。この砦ではいわば自分の王国だの。ここは誰も知らず探しに来ることはできない。だから安心するといいだの。こんなところに閉じ込めておいて。でも安心はしています。勇気は必ず探し出してくれますから。ぬふふ、ビジョンなら無駄だの。こんな洞窟を見せられても手がかりにもならん。それに気絶してた姫はここがどこかわからない。完璧だの。私の力のことも知っていたのですね。わしは姫のことなら何でも知っとるだの。姫としての重圧に苦しんでいたこと、わしが解放してやるだの。私は V の国の姫であることに誇りを持っています。悲しんでなんかいません。ルルフフフ、強がってる姿も可愛いだの。自分の気持ちに正直になったら楽になるだの。お主の気持ちを受け入れる準備はすでにできているだの。何を勝手なことを。時間はたっぷりある。いろいろな話をしてやろう。わしがどれほどお主を思ってきたか、それを知れば惚れ直すこと間違いなしだの。やっと着いた。すっごいエネルギーが溜まってるように見えるけど、あれでどのくらいなんだろう。急いだ方がいいよね。